こんにちは。切断機の説明をしたいと思います。このように鉄をデザインしたとします。このようにパソコンに取り込まれたわけです。次に切断の準備をします。加工経路を記録させて、USB に取り込みます。加工経路が設定されました。このように切断指示書と USB ポートを作成して、切断機、このように USB でPNC に保存されました。鉄の字抜きプレートが完成しました。という方ももったいないですね。次回はモーターの取り付けに行ってきます。